熱海市で発生した土石流でまだ見つかっていない行方不明者を見つけようと、県警が伊豆山港で2回目の集中捜索を行っています。今日は午前10時から県警の水難救助部隊などおよそ40人が土砂が流れ込んだ伊豆山港の周辺を捜索しています。潜水スーツを着た隊員たちが今残る一人の行方不明者を探して海に入ります。熱海市伊豆山を襲った土石流でこれまでに26人が死亡、いまだに太田和子さんが行方不明のままです。結構見えます。もうちょっと張った方がいい。視界も1メートルぐらいあります。2ヶ月前に行った集中捜索では海水は茶色く濁り、視界は50センチほどしかありませんでしたが、今回はその倍以上先が見える状態で活動できているということです。被災者をはじめとしてですね、この行方不明者を発見してほしいという願いも受けておりますので、そこをしっかり部隊に伝えてですね、何としても行方不明者の発見とそれと合わせてその手がかりも発見できるようにというような意気込みで本日やっております。伊豆山港での集中捜索は今日午後4時まで行われる予定です。